こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。今日はちょっと違った角度から韓国 F-35A 戦闘機状況を考えていきましょう。これを見た日本の反応も紹介しますね。2020年6月22日、韓国のチョンジュ空軍基地において、F-35A ステルス。戦闘機が離陸準備の作業をしていました。実は、この日の午後に訓練が予定されていて、合計7機の F-35A ステルス戦闘機が参加したそうです。今後、空軍は敵のレーダーに捕捉されることなく、自軍の作戦を実行できる戦闘機 F-35A を40機ほど来年2021年までに実戦配備する予定としています。ただ、ここで少し問題というか課題があるのですね。戦闘機は通常の場合、分解整備や不具合の修理、時にはアップグレードを行う必要があります。国の防衛を担う重要な精密機械である以上、当然のことです。F-35A ステルス戦闘機は、アメリカの航空会社ロッキード・マーチン社製造の航空機です。相当高額で購入したと思われますが、戦闘機自体の設計図などは非公開です。言うまでもなく作ったアメリカとしても、優れた戦闘機の機密に触れる部分は公開したくないはずです。ですから、設計図も渡しません。そうなると、アップデートにしても、修理をするにしても、購入した韓国ではお手上げになると思われます。もっとはっきり言えば、韓国では機体に触ることもできないのです。となれば、製造元のアメリカ、もしくは技術力に定評のある日本などで、整備しなければならない羽目に陥っているということです。韓国が日本に修理を依頼することは絶対にありえないでしょう。万が一、そういうことがあったとしたら、今までの様々な経緯を考えて、日本としては韓国の申し出を丁重にお断りすべきでしょう。その上で、他の国を探してくださいと返答するのがベストでしょう。今まで散々嫌がらせみたいなことをしてきたのに、困った時だけ泣きつくなんて勝手すぎる。日本ではやってあげません。どこか他の国で修理したら?と、あからさまに拒絶すると、世界の目が気になりますから、あくまでもやんわりとお断りした方が良いと思われます。では、日本の反応を紹介していきましょう。韓国が新しい法案を作るらしい。戦闘機のメンテを日本では絶対しないことっていう法案。日本はアジアの整備拠点なのに、どうしても日本には来たくないらしい。戦闘機のメンテをするのが戦犯、戦犯って騒いでる三菱と知ったら、
スピードアップして法案成立だね。日本が嫌なら、自国で太平洋を越えて、アメリカかオーストラリアか、もっともっとヨーロッパ。イタリアまで行って整備すればよいのに。その途中でレッドチームによって、ステルスの内部を見せて、情報を売って、購入資金に還元するのかも、などなど。かなり辛辣な感想が載っていますね。ちなみに、レッドチームというのは、この場合は中国、ロシアなどの共産圏を指して使っているようです。もともとの意味は、業務等を改善するために作られた、違う視点を持った。者たちのグループということですが、レッド赤、共産党という連想で、レッドチームという言い方になったのでしょう。アメリカ製のステルス戦闘機を購入するという韓国のこうした動きに、北朝鮮が黙っているわけはありませんね。韓国は我々北朝鮮との融和を前面に出してきたのに、我々が信用できないと思って、やはり軍備増強に走ろうとしていると、金委員長は認識することでしょう。再び38度線に緊張が走るようなことが起こりそうです。また、もう一つ心配されることがあります。韓国が他の国にステルス戦闘機の情報を漏らしてしまう可能性が高いのではないかと推測されているのです。しかし、この辺はアメリカとしても十分理解していて、それなりの対応策を準備していると思われます。同民族である韓国と北朝鮮は他国に対して歩調を合わせることも多いので、アメリカも韓国と同民族である。北朝鮮を無視はできないはずですね。日本の考えとしては、極東アジアの国々のパワーバランスを保つためにも、日アメリカ韓国 VS ロシア中国北朝鮮の図は維持したいはずです。今まで、何回も動きがあった朝鮮統一ですが、もしも北と南が一つの国家になったとしたら、統一朝鮮の戦略として日本やアメリカ、中国ロシアの対立軸に自分の都合のいい時だけすり寄る国家になるでしょう。そして取引を餌にした外交が展開されると予想されます。国の政治戦略としては、よくあるパターンではありますが、個人的には、コウモリ外交と表現したいところです。そして、統一朝鮮が激烈と、言えるぐらいの反日国家になることも簡単に予想できます。常に、上から目線で、理屈の通らない外交を仕掛けてくる可能性もあるでしょう。国内の不満を外国への憎悪にすり替えるというのも政治手法としては古代中国の時代から存在していました。統一朝鮮内での国民の不満を日本に責任があると理由付けして反日運動を後押しするかのような振る舞いも、今までの例を見れば、朝鮮あるあるな現象です。そういう事実や想像から導き出される結論は、朝鮮半島が分裂し、互いが戦争状態であることが日本、アメリカの国益になるということでした。さて、
ここで、再び、F-35A ステルス戦闘機に関する掲示板の書き込みを、紹介していきます。韓国が作るステルス戦闘機 F-35 は、グレードが一番低い。なんと、5段階中、レベル1。最低だ。どうして最低なのか。答えは簡単。価格がお安いから。つまり、予算が少ないから、多大な費用をかけられないということ。内部備品を節約しているのかも。しかも、韓国仕様の F-35 戦闘機は、レーダーやセンサーのレベルも、低いんだよ。戦闘機の重要なソフトウェアのアビオニクスの性能も、びっくりするぐらい低い。最低のレベル1。やっぱり経費節約のせいだよね。アビオニクスというのは、航空機には必要不可欠な機器で、飛行のために使用される電子機器のことです。その中には通信機器、航行システム、自動操縦装置などが含まれています。羅列しただけで、これらの性能が低ければ、戦闘機自体の能力にも影響が出てくるだろうということが想像できますね。つまり、近代戦闘機のアビオニクスの性能が低いということは、その戦闘機は全然使い物にならないということなのです。ぶっちゃけてしまうと、韓国が作った F-35 ステルス戦闘機は見かけだけの、ハリボテというわけですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。東流潜水艦が浸水。これで、総夕方潜水艦の12番艦まで出揃うことになった。最終2番艦はリチウムイオン電池搭載。スターリングを捨てた新型潜水艦。次期新型潜水艦建造計画も始まっている。新たなデザインとなり、来年には進水式が実施される。早く見たいものですが、横流みたいな登場の仕方なのかもしれない。しかし、その少し前の出来事を思い出してほしい。この話は、別の角度から見た南シナ海での黒潮潜水艦のお話です。それでは本編スタートです。2018年9月17日に日米英合同訓練に参加していた護衛艦化が稲妻、
鈴付きに黒潮潜水艦が合流し、共同訓練を行ったという異例の発表がありました。ご存知の方も多いは思います。何と言っても、潜水艦の行動についての発表というが、異例中の異例です。通常、潜水艦の任務は公表されることはなく、しかも、いろいろと問題のある南シナ海というのでは、びっくりするのもうなずけます。そして、もう一つ驚くことは、黒潮の極秘任務は15年前から行われていたということです。しかし、ここで考えてみてください。どうして今更公表する必要があるのか。ここからは、あくまで推測の話です。ありえない話ではないという推測ですよ。まず、旧型の黒潮潜水艦はどれくらい潜航できるのでしょうか。この点に疑問を感じる方は多いと思います。こういうデータは当然ながら、海自の潜水艦では一切公表されていません。仕方ないので、外観や使われる鋼材などから推測していきます。その他には、魚雷なども参考にしていきましょう。そもそも黒潮潜水艦の最大潜航深度については、様々な推測がされていますが、意外とそこまで深くないとも言われています。せいぜい200から300メートルといったところでしょう。この数字が正式なところと思われます。周辺国の潜水艦も同じくらいの潜航深度と考えられます。しかし、問題はそこではなく、常時任務の際は200から300メートルですが、最高潜航深度はもっともっと潜ることができると、推測されることと、潜水艦救難艇に搭載されている救難潜水艇は、450メートルと公表されていますし、ここでもう一つのポイントですが、無人潜水艇は、なんと、1000メートルと、もっともっと深く潜ることができるのです。旧型の黒潮潜水艦は有人ですから、1000メートルよりは浅い500メートルくらいか、あるいは600メートルくらいの深さで、極秘任務を行っていたと推測できるようです。旧型ではなく、最新の潜水艦となるともっと深く潜ることが可能かもしれませんが、旧型潜水艦で、これくらいの深さまで潜れることができたというのは、脅威だと感じられます。潜航深度については、別の方向からもわかる可能性があります。それは魚雷です。89式魚雷の深度は900メートルですから、かなり深いところで発射可能です。逆に言えば、この深さで魚雷を撃てるからこそ開発したのだという理由を考えても不思議ではありませんね。さすがに旧型黒潮潜水艦はその深さまでは潜航できないでしょうが、その半分の深度でも事実と考えられます。15年間も中国やロシアなど軍事力自慢の周辺国に発見されることなく極秘任務を行っていたのですから、言うまでもなく、潜水艦は敵に見つからないように任務を遂行するのが最優先の条件ですよね。中国の原子力潜水艦ですが、当然ながら性能が上がってきているのも事実です。多分200メートルは潜ることが可能でしょう。しかし、中国軍が運用する潜水艦には欠点も多く、原子力潜水艦では
原子炉の熱が周辺海水温度を変化させてしまうそうです。この変化によって原水管が探知されてしまうのです。通常動力型潜水艦には AIP 機関を搭載しているそうですが、あまりにも高出力なので、騒音レベルの音を出して海中を進む状態になるとか。ソナーマンの出番を待つまでもなく、これでは自分の位置を敵に教えているようなものと言われています。しかし、中国が多少高性能な潜水艦を建造したとができたと仮定すると、話は少し変わってきます。この高性能な潜水艦により潜航深度が300メートルと深くなったため、旧型黒潮潜水艦が発見されてしまったのだ。そう考えれば、防衛省があえて黒潮の任務を公表したのも理解できます。と言っても、15年間の長きにわたって気づかれなかったということは、それだけ黒潮が優秀だったという証拠ではないでしょうか。日本の潜水艦の技術や性能が、桁違いに高いということでもありましょう。でも、ここでもう少し推理しますと、黒潮以外にも、もう一隻くらい極秘任務に、当たっていたのではないかと思われるのです。例えば、操縦型潜水艦。この艦は、潜航深度が極端に深く、500メートル、いやそれ以上潜ることが可能ではないかと推測されています。しかも、この、そう、流型潜水艦はステルス性も考えられているので、発見されにくい艦なのです。また、違う方向から見てみると、防衛省が発表した理由が理解できるようです。もちろん、これは、推測の話で確証はありませんが、旧型黒潮に目を向けさせて、そう、流型潜水艦の最新鋭を追う流潜水艦から、目をそらすようにしたのではないかと思われるのです。この艦は、潜航深度がもっと深くなっているようですが、そこまで深く潜る必要はほとんどなくて、相手に見つからない深度で任務に当たるのが通常でしょう。ということは、必要な時だけ必要な深度を保ち、相手に見つからない忍者になり得るのです。この潜水艦の性能は計り知れません。なぜなら、極秘事項として一切公表されないからです。韓国での防衛白書が公開されましたが、日本を格下げ周辺国へとなり、日米が共に反応しています。日本政府は今後やはり扱いを検討するべきだと国民の意見を入れていく方が得策でしょう。韓国にある F-35A ステルス戦闘機は一体どうなるのか？気になるところです。しかし、中国のスパイとして動いているのかもしれません。国家全体でね。では、気になる F-35A 戦闘機の実情を見ていきましょう。日本の航空自衛隊と同時期2019年3月にアメリカから F-35A ステルス戦闘機導入を決定していた韓国に最初の機体が到着しました。同年末までに13機が納入される予定ということです。引き続いて翌年2020年には13機、
翌々年2021年には14機が、アメリカから引き渡される見込みとされ、3年間で計40機を、購入するという予定が順調に進捗している模様です。では日本はどうでしょう。A 型および B 型の2タイプの F-35 ステルス戦闘機の購入が決定しています。数は合計で147機ということですから、韓国の40機は思いのほか少ないと感じますね。購入価格ですが、日本では2023年までに導入される F-35A/B ステルス戦闘機の平均単価が約116億円と報じられました。しかし、韓国は日本の価格より安く購入する契約を結んでいると言われています。ということは、アメリカは日本に高く売りつけたのか。勘ぐってしまいますが、ちゃんとした理由があるのです。日本向け価格が高いのは、F-35 ステルス戦闘機の技術移転、一部のみ、機体の最終的な組み立て、そしてメンテナンス用の整備場までを、すべて含めた契約になっているからです。韓国がアメリカと結んだ契約には、このような内容は含まれていません。つまり、韓国はアメリカで作った機体を購入するのみということです。実は、アメリカとの契約でも、特にメンテナンスが運用上のネックとなると、推測されています。韓国政府はメンテナンス範囲については交渉の余地があるとアメリカに匂わせているようです。気を持たせているとも思ってしまいますね。もちろん、アメリカとしては、日本の整備場を韓国にも活用する方向で、進めたいのが本音でしょう。しかし韓国側はどうでしょうか？韓国が日本の施設を借用して、自国の戦闘機のメンテナンスをする。そんなことは想像しがたいですよね。そして、政治的にもそんな事態は、ありえないと思われます。ただし、アメリカの考えは違うようです。2019年9月時点で韓国との契約にのっとり、韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機のメンテナンスは日本の整備拠点で行うようにという指示を出しているのです。言うまでもなく、この指示を韓国は受け入れたくないはずです。だからこそ、韓国内に整備拠点を設置する動きを見せているのです。この事態の決着は、なかなかつきそうにありません。もともとの韓国とアメリカとの契約には、韓国の F-35A ステルス戦闘機は、日本もしくはオーストラリアに設置された整備拠点でメンテナンスを行うことが義務付けられていましたから、今さらそれを巡って揉めるのはなんだかなという感じがします。では、アメリカはなぜこうした条件を契約に入れているのでしょう？それは F-35 戦闘機のメンテナンスまでをすべて含んだ契約を結んでいる。日本やオーストラリアへの配慮が一つと言われています。日本やオーストラリアには様々な条件付きで高い契約を結んでいるのに、後発の韓国はその条件がないというのでは確かに不公平ですよね。もう一つは、経費の効率的な分配を考えた戦略のためと見られているようです。
最大でも60機前後程度と思われる韓国空軍ですが、仮に韓国内への整備拠点建設を許したとしても、1機あたりの整備経費は逆にかなりの高額になると予想されます。また、韓国といえば、インドネシアとの共同開発を謳う国産の KFX。戦闘機開発計画の問題もあります。この KFX は 4.5 世代とも言われている。戦闘機で、ステルス性も備えていると思われています。当然、世界の注目を集める機体の一つでもあります。開発計画は、かなり前、2001年平成13年に韓国空軍士官学校の卒業式で、当時のキム・デジュン大統領が発表しました。それから時を経て、2019年、令和1年、10月、首都ソウルで開催された航空宇宙防衛展では、この KFX 戦闘機の原寸大のモックアップ、模型が初めて披露されました。しかし、共同で開発を行うはずのインドネシアの姿勢が積極的というより、逆に後退しつつあるように感じられるのです。というのは、同月末にインドネシア空軍の高官の発言があるからです。この人物は、アメリカの F-16 戦闘機の最新型である V 型ブロック70を購入する予定であると表明したので、インドネシアの意図が明らかになったというわけです。もともと、インドネシアは経済悪化を理由に韓国と共同事業であるはずの KFX 戦闘機の開発にかかる分担金すら払えない状況でした。ということは、アメリカから F-16V 戦闘機が購入できるのか、と心配してしまいそうですね。さて、問題の韓国の KFX 戦闘機ですが、韓国だけで120機すべてを調達するのに、必要な経費は1機あたり140億円ほどとも言われていて、費用対効果では、何とも不経済な金額に感じられます。ちなみに、この単価は、インドネシア空軍が希望している F-16V 戦闘機を、新規に32機購入した時の台湾の単価が約128億円でしたから、それを上回る金額です。ということは、メリットのない価格というのが明らかですね。最新の第5世代戦闘機である F-35A ステルス戦闘機をアメリカ本国で調達した場合の1機あたり価格はおよそ84億円まで下落したそうです。これでは KFX 戦闘機の優位性はほとんどなくなったと言わざるを得ません。韓国が KFX 戦闘機を当初の開発費単独金額で追加費用なしで120機製造したとしても1機あたり単価は約76億円という計算になりますから 4.5 世代機に見合う金額とは言えません。ただしインドネシアが目指す方向にも多少の問題はありそうです。それは、東ティモールをめぐる問題です。1976年、昭和51年が続いた。インドネシアの東ティモール支配は、2002年、平成14年の独立をもって終了したのですが、その後も混乱や紛争があり、インドネシアへの厳しい視線が注がれ続けていました。その結果、インドネシアと西側諸国との間には、
溝が生じました。それを考慮した上で、アメリカは F-16V 戦闘機を、インドネシアに売却するのだろうかという疑問もあるのです。ということで、韓国に多少の希望はあるようですが、肝心の KF-X 戦闘機に、根本的な問題が存在しているというのです。それは、戦闘機の核心、コアともいえる、重要な機関部を韓国内で、国産できないという部分です。加えて兵装についても同じく、アメリカやヨーロッパ企業に依存せざるを得ない状況なのです。韓国にとっては、非常に悔しいことでしょうが、どうしようもないということでしょう。しかし、この事実は、日本はもちろん、多くの国が、戦闘機の開発に関して、直面している同じ問題と思われます。ということは、一国単独での、戦闘機開発は、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国でしか、実現することはできないのかもしれないと考えられます。